composed by Abu Garcia. おはようございます、今日は山形県の前川ダム、まあ、ちょっと今イベントできたついでにちょっと近くにあったんで寄ってみました。まあ、おかっぱりフィールドなんですけど、初めて来るとこです。早速釣りしてみたいと思います。さて、とりあえず行きましょう。なんかどこに行ったらダムに降りれるのかも分かんないんですけど、まあ、このヤブコギもまたこうかっぱりの醍醐味。すげえなこれ。おお。まあまあ急ですよ。いるいるいる。バスいるよ。なんか食いに来るけど小さい。すごく小さい。ワームで行こう。ワームでなんか食いに来ましたけどね、ちょっとちっちゃすぎた。いるけど食わないよ。沈めてみよう。もうでかいでかい、40アップだ。よいしょ。40アップ。痩せてますけど。イエイ。結構いるんですけどね。なかなか食ってくれないんだけど、狙ってたら違うところから出てきて食いますね。まあバックウォーターっていうの枯れちゃってるんで、流れも何もないんですけど、やっぱり付近に魚は多く集まってますよね。これ22センチなんで40ちょうどぐらいか、40ちょっと超えてますね。まあ、ちょっと痩せてますけどね。まあ、結構ね、入ってすぐに追い川をボイルしてるの見えたんですけど、まあ、結構バスそこ今うっすらとね見えるんですよ。ちょっと下がったところですね。それからししもがあって、あの辺に出入りしてるのもいたんで、表層から入ってきたんですけど、全然見向きもしなかったんですけど、見向きもしないやつに投げてたら横から出てきて、今奪っていったのが今の魚です。ちょっと沈めた方が食うかなっていう感じですね。まだ結構見えるんで、もうちょっと狙ってみたいと思います。楽しい。もうね、初めて来るとこなんで癖も分かんないし、なんていうか場所なんでもちろん分かんないし、一番とりあえず車が止まってなかった最上流から入ったんですけど、まあ魚はいる、いっぱいいる。ああ、そこにいっぱいいるな。それ釣った方が早いんじゃないのかな。ポチャンっていう音で、普通は見るんですよ、バスは。あの、餌がないわけだから。それがね、全く見ないんですよ、ごめんなさい。それどころか、逃げもしない。だからちょっと基地からこうやって落としてやったりしても、どうなんだろうね。まあ、難しいよこれは。ちょっと考えよう。
ごいよね。何回か釣られてんのかな今日。でもスイッチが入ったようにミークレスもいますね。食わなかったけど。ちっちゃくないね。イエイ。何知っても食わなかったのにダウンショットにしたら急にスイッチ入ったように食いましたね。これね、これ P ラインを使ってるんですよ、道糸に。まあおかっぱりやるときに足場のどうしても悪くて魚を抜かなきゃいけないときとか、まあ、やり取りのことを考えて、まあ、ちょっと引っ張り強度の強い P の方が、まあ、細い糸でなおかつ魚をあげることができるんで P を使ってます。あとは、まあ、軽いリグを使うことが多いんで P ラインを浮きみたいにして使って、こうふわっとラインの動きを見てバイトを取ったりとか底を取ったりすることもできるんで、まあ、おかっぱりには結構 P ライン。ただこうやってちょっとクリアウォーターで擦れてる場所が多いところでは、ちょっとまあ4ポンドや3ポンド使う時もありますけども P 使うことも多いですね。いやいいですね、楽しいですね。結構ね引くんですよ、釣っててすごく楽しい。まあ、このスタンドアップのスピニングロッド、62ULSFSF っていう竿なんですけど、これはまあ大体どんなライトリグでもできますね。まあ、ちょっとまあすごくあのライトの方に寄ってる、例えばスピニングでパワーフィネスとか、あとはまあちょっと太いラインを使ってパワープレイしたいっていう釣りにはちょっと向かないかもしれないんですけども、まあライトリグの操作ができて、まあ軽いものも投げれて、まあ、大体そういう竿です。まあ、だから、まあ、僕の場合結構昔からすごいフィネスな釣りと、ある程度ハードベイトとか、まあちょっとカバー寄りな釣りとかですね、その2つにちょっと偏ってる感じのおかっぱりをしてたんで、まあ、食わせたい時はスピニングで食わせたい、だからより軽いもの、よりライトなもの、まあ、本当トーナメントで使うようなテクニックを使って釣りたい、まあ、そういったのがあったんで、スピニングはそういう竿をまあ目指して作りました。今もこれ 1.3g のダウンショットなんですけども、そのダウンショットが跳ねないようにうまくこう食わせるようなシェイクができる、すごくまあ使いやすいですね。まあ、関東に来た時に、越してきた時に、あ、もう関西で僕が覚えた、野池で覚えた釣りじゃちょっと通用しないなっていうシーンがあったんですよ。まあ、そういった時に、まあ、スピニングを使わなきゃダメだなって思う釣りを覚えて、まあ、だったらこういう竿が欲しいなってずっと思ってた竿ですね。子供の時から本当欲しかったそういう一本です、これは。思い入れがあるんでね、これ使って取材すると結構いつも釣れるんですよ。痩せてる、うう抜けちゃうよね、痩せてるから。ちょっと小ぶりです、小さくなりました。面白い。
そんなところで食うなよ。刺激。すげえ行く。よし。イエイ。そんな近いところでベイトおったら一撃ですよ。まだいっぱいいるな。全部釣っちゃおうかな。いや最初やっぱ入った時にトップウォーター投げて反応がなかった。でもボイルはしてたんですよ。でノーシンカー投げたら一発釣れたけど、どうも偶然っぽかったんで、でいろいろ動き見たけど、ダウンショットした瞬間急に反応が良かったんで、まあこれかと。でまあ動かし方もちょっとフィネスな、すごい丁寧な動かし方をしないと食わないなっていう感じで、ちょっとまあ小難しいっちゃ小難しいですよこれ。見えてるやつはそうそう簡単にやっぱ食わないし、それでもあのノーシンカーとかだったらちょっと見切っちゃうやつがダウンショットにすると全部一回振って見てくれるんで、まあ、方向性はこれだろうな。中層シェイク、スローに表層までは出てきてくんない。ただもうちょっと日が差してきて水温が上がってきたら、多分虫とか食ってくるやつもうちょっと上に浮いてくると思うんですよ。まあ痩せた個体かもしれないですけど、まあそしたらまたちょっと違う釣りをしてみたいですけどね。ノーシンカーじゃなくてダウンショットやったら反応するわけは、水深がすごく浅いんでノーシンカーだとすぐそこついちゃいます。でそこまでついちゃうとシェイクしてても何してても見に来ないんですけど、中層で、でまあしかもちょっとこの平らな底面からちょっとこう昭和に向かってバンクで上がってくる、このバンク面で引っ掛けてやると結構な頻度で見に来ます。まあ結局何食ってるか何をしてるのかとかそういったところにヒントがあるんで、まあこうやってちょっと反応を見ていって、あこれかっていうのが、まあそれだったっていうことです。言いだけた前にでかいのはさっきトップに反応してくれたやつですけど、いますよね。あれを仕留めたい気持ちもあるんですが、日差しがガンガンきつくなる前に動きたいっていう気持ちもあります。今日大丈夫なのかな天気は。あ、よかった。ちっちゃいこれ。リミットメイク。イエイ、一番ちっちゃいですね。楽しいね。涼しいしちょうどいいですよね。おお、木が折れた。いや、ハンドパワー古いな。うん、パワーがみなぎってて溢れ出てるんですよ。気にしない気にしない。食った。おでかいよ。そうでもないか。でもいい魚だ。めっちゃ引く。一番でかいな。いい魚ですね。これは大きい。イエイ。さっきから向こうのちょっと岩盤室のレイダウンの横はちょこちょこ魚入ってきたんで、このように投げたんですけど、やっと食いました。これは45はないぐらいだな。ね、43ぐらいありますね。すごい、なんか
広大な湖に降りていくみたいなところですね。おお、ウィードが生えてる。パスはいんのかな。あ、いるいるいるじゃないですか。目の前にでかいのが2匹も。イエイ、痩せてます。長さは35は超えてないけど痩せてるな。ね、フィーディングしてますよね。ある通りに行きましょうか。あの岩がある、沖に岩があるじゃないですか、あそこ。あの辺をトップウォーターで狙ってみようかな。風も当たってるし食うかもしれないね。ちょっとやってみましょうか。前からでも最高ですね。あ、でっかい群れが来た。あれでかいよ、全部。1匹ぐらい食ってくれるかな。食わないな、やっぱ。あのフィーディングの群れはなかなか食わないよな。あれ、超でかい群れですよ。全部40アップ。すごいですね。あれはなかなか難しいですね。いや、面白いな。でもこのフィールド、スロープになってるんだな。ああいうとこ出るんだよね、トップでね。頼むよ。ホロベリー食ってきたよ。やっぱ強いな、こういうところで。お、また来てる。これ半フィーディングの魚にやっぱホロベリー強いですね。今完全にチェイスしてきてバッて行ったんですけど、フッキングがうまくいかなかったよ。悔しいな。ちょっとフックサイズ上げて沈むように、沈むっていうかサスペンド気味にした方が良かったな。完全に浮いちゃうとやっぱりちょっと杭が浅くなる今。さっきミノーじゃ全然反応なかったんですけどね。やっぱこう止めて支えるっていうのはホロベリの強さですよね。ほら、くれ。
これ取れるかも、ホロベリーで人次第。あんまり来るとダメ。くたー、ちっちゃいわ。食ってきたけど小さいです。ホロベリーよりちょっと大きいぐらいの釣れました。イエーイ。さっき食ってきたのはもう40ちょっと超えてるようなやつだったんですけど、でもスイッチ入れるのはすごいです、このパワームは。まあ、こいつがもっと強くなるのは、例えばこっちでベイトを食いたいんだけどこっちに近づけない何かがあって、あの辺に魚が溜まった時とかはスイッチ入れるのにむちゃくちゃ強いんですよ。でもこうやってチェイスしてウロウロしてるやつもやっぱり止めて待ってても見切っちゃうけど、スピードの中ではやっぱり追ってくるから、まあ効きましたね。次でいいから食ってほしいですね。ホロベリーはツイッチする使い方と、これちょっとピクピクもできるんですよね、浮くから。これ大きいですよね。また来てるよ。来てるけど食わねえな。締め込めしましょうか。締め込めクラブで。締め込みクラブ行きたいな。くたっ、あやっぱりちょっと日中になってきて、このウィードにも魚が入ってきたんで、これ小さいけど来てますね、今。帰っちゃった。あ、でかいの来た。これ食えないかな。前なら食えるぜ、これ。うわ、そこでやるか。お疲れ様でした。マイカーダム、まあ、短い時間でしたけどちょっと楽しませてもらいました。まあ、初めて行くダムっていうことなんで、今日3本タックル持ってきました。スタンドアップの、ベイトとスタンドアップのスピニング、ベイトの方が6号の M ですね、6号の MSF で、スピニングの方が62の ULSSF、 それからもう1本ちょっと、まあ、ロケーションが分かんないんで、まあ、ライトリグをカバー周りでやらなきゃいけない時もあるかなと思ってベイトフィネスを1本持ってきました。で、まあ、スタンドアップのベイトロッドは、まあ、カバーも結構できるんで、まあ、この3本持っていけばほぼ大丈夫かな、初めてのフィールドで何があってもって思って持ってたんですけども、今日は実際、まあ、スタンドアップ2本で、まあ、釣りをしました。で、まあ、見えてる魚も結構いて、トップウォーターとかで攻めたんですけども、まあ、日差しも結構あるんであんまり反応してくれなかったんで、まあセミとかは結構ね追っかけてきたんですけども、まあ、ワームでダウンショットと、で最後はフィーディング狙ってホロベリー、何回かチェイスあったんですけども、まあ、風がなくなった瞬間魚も消えてしまって終了っていう感じですね。まあ、すごい短い時間でしたけど、まあ、結構いっぱい魚に出会えてすごい楽しかったです。毎回でもちょっといいところで気に入りました。また来たいと思います。Produced by Abu Garcia。